どうも、船木和夫さんが人生初の YouTube チャンネルを開設するとのことなんですね。75歳ですって。どうも、新型コロナウイルス、まあ、拡大じゃないですか。新型コロナウイルス拡大によって、仕事がね、なかなかないんですって。歌手活動ができないんですって。ライブもできるよ。まあ、コンサートも、なんかいろいろ中止になったりとか、リサイタルもできないんで、まあ、このまんまね、最後の晩年、もうあと1、2年ぐらい。なのかなっていう自分でもね、まだまだ長くやってもらいたいですけど、何もしないまま終わりたくないっていう、そういう気持ちも強いらしく、YouTube やろうって。まあこれぐらいの年代の方でもいろいろね、いいじゃないですか、チャレンジするって、YouTube とかね。ものすごくいいことだと思いますよ。そんな、船木和夫さんに、じゃあ、エールを込めて、にエールを込め捧げようかなと思って。船木和夫さんの曲で、銭形平次。船木さん頑張ってください。応援します。